ピヨ先生、こんにちは。今回は子宮筋腫にお悩みの方が体験談を投稿してくれましたよ。どのような方ですか？46歳の女性です。身長は157センチメートル、体重は54キログラム、BMI は 21.91 です。ご投稿の内容を読んでください。現在のお悩みの症状は子宮筋腫15センチ、生理痛、貧血、喉の渇き、声のかすれ、日中眠い、生理の後イライラ、織物が黄色く多い、舌に歯型がつく、下半身の冷え、朝起きた時特に声がガラガラとのことです。そして軽くなる要因としてお風呂に入ると痛みが消えるとのことです。ではご投稿いただいた情報からこの方の体質を探っていきましょう。子宮筋腫や生理痛にお困りとのことですね。そうだね。これらに共通することとしては、体の下部を中心に血液の巡りが悪いのではないかと感じます。どうして血流が悪くなったんでしょうか？下半身が冷える、寒がり、舌に歯型がつくなどから冷えが背景にあって、巡りの勢いが弱いのかもしれないね。そういえば子宮筋腫になると月経血が多くなる方が多いって聞きますけど、この方も多いそうですね。月経血が多いのは血液の滞りである血素に加えて、出血を止めておく腎気の働きや脾気の働きが弱っているのもあるかもしれないね。腎気や脾気は水の巡りに影響すると言いますよね。そうだね。この方の場合、舌の苔が奥にかけて熱い、ふくらはぎ、太ももがむくむ、体毛が多いなど、余分な水分が体の下部を中心に充満している様子がうかがえます。しかも喉が渇くのでお湯を飲むとあります。これは喉の周辺にこもった熱が渇きを生じさせ、飲水を要求するのかと思いますが、それにより余計に体の下部に水を停滞させ、水や血の巡りを圧迫している感じです。じゃあ体全体で水が充満しているわけではないのですか？そうなんだ。皮膚が乾燥する、髪の毛が乾燥する、目が疲れやすく乾燥しやすいなど、体の上部では乾燥の症状が目立っているみたいなんだ。つまり巡りの勢いがないために、体の下部に水が停滞してむくみになり、上部へは届けられないために乾燥の症状になっている状態です。ただし朝起きた時に声がガラガラになるのは、横になって寝ている間に喉の周囲がむくむのかもしれません。またイライラする、体のあちこちが痛むなどもあるみたいですね。これらは気の滞りによる症状だね。気の滞りによって勢いのないこもった熱が上部へ向かうためにのぼせることが多い。こもった気の停滞と上部や末端部の渇きによって体温は高くないが熱っぽく感じる。疲労時や夜間に手のひらや足の裏が熱いなどの症状になるのかもしれないね。そのため体の下部では血温の状態になるため生理痛になり、こもった熱と動きの悪い水分が結びつくと湿熱になり、黄色い織物が多くなります。ではこの方におすすめの自然療法を教えてください。お風呂に入ると痛みが消えるとのことですので、時間のある時には足浴などをおすすめします。体が冷えると気血の動きが悪くなり停滞してしまいますよね。そうだね。だから気持ちよいと感じるのであれば、足浴などで温めてあげると体は喜ぶと思います。それとともに食べ物などでも、冷たい食べ物や体を冷やす性質のあるものは控えめにするのが良いと思います。例えばビールやアイスなどの冷たいものはもちろん、冬にサラダを必要以上に食べるとかも注意が必要ですよね。そうだね。もちろん全然ダメというわけじゃないよ。ただ体が冷えているように感じるので、バランス的に体を温める食べ物を増やした方が体は喜ぶと思います。なのでもし冷たいものを摂りすぎているかもと心当たりがありましたら、食習慣の改善をお試しください。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。